はいどうも、みそこちゃ、エルツです。はい、ということで今回なんですけども、ルシファー使っていこうと思います。はい。まあ、ルシファーね、結構環境不遇とかね、言われがちなんですけども、で、このデッキ構成自体は4ヶ月前に挙げたヒプノス構築のルシファー、あれと全く同じ構成のものになっていまして、じゃあなんで今更ね、全く同じものをやってるのかという話なんですけども、デッキ名にあります通り、ですね、一応これ動画界でも、結構遊んでたんですよね。ヒプノス構築ルシーって、まあ、結構好きだったんで遊んでたんですけど、普通に強かったんですよ。で、今月ついに、勝率が7割に乗ったんですよ。これ、まあ、この内訳を話すと、ルシー、マナグリ、ヤタガラス、ジンシュン、なかなかな変態デッキが揃ってるんですけども、で、そのうちの、これ67戦って書いてあるんだけど、このうちの7割、8割ぐらいはルシファーです。なんで、まあ、多分ルシーで7割取れてるって考えてもいいかなっていうふうに思います。はい。ということで、今回そんなルシファーね、使って、まあ、ルシ強いんだぞっていうところをね、見せていこうかなというふうに思います。では、やっていきましょう。さあ、行きましょう。アレスはやばいぞ。アレスはやばい。ちょっと待って。アレス、初戦からアレスか。マジかよ。ちょっと待ってくれ、それ。いやー、しかも初手も、ちょっと事故ってるね。どうしようかな、これ。あ、ロックね。あ、もう強制的に、強制的にファーストね。まあ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 、はい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 。いやーこれ大丈夫かな、勝てるかな、これ。ハルマルとかをアンチヒールで打った方がいいのかな。まあ、エンマとか置かれればより強いんですけど、そのムーブがね。ただ HP はそこまで高くはないね。下手すれば S5 の可能性もなくはないですけどね。まあ、とりあえずルシファーを置いて、まあ、ミサトと。まあ多分ここで罠を1枚変置きしてくると思うんですが、これは A 罠かな。うん。で、どうしようかな、マイックスしますか。はい。あ、 S 罠でしたS 罠でした。あれあれ、今1000いくつじゃなかったっけ、調整だから HP 低いってこと？そういうこと？だってこれコンボも2までしか上がってないもんね。調整、え、調整マジ？え、これ返していいやつ？どっちだ？今何も見てなかったんだけど。ま、返そうか。おー、危ねえ。通った。で、カードかな？角かなどうかな。角950。まあ A 罠か、これはさすがに A 罠だと思うんだけど。で、どうするかな、これな。これどうしようかな。まあでも、あそこをミサト消さないとアレスが A4 に来ちゃうんで、それきついよね。なんでこうしますか。で、次、A2 に罠、A2 じゃない、間違えた。あそこ、B1。B1 に罠置かれたら、リーヤに当てるのもなしじゃないかもしんないけど、先に当てられた。先に当てられていく。困って、どうだろうな。3200出るのか？ 3200 出る。とはいえ、これ飛ばせるかって言われると、それは怪しいところではあるね。まあでも、一応、いっちゃうか、これもう。はい。あー、ロックでよかったかもな。そうだ、それするんだったらロックでよかったかもしんないね。やっちゃったわ。それするんだったらロックでよかったな。まあ、来るよね。来るけど、3枚リペアじゃないから、まあ、まだマシかな。で、ここで回復は消しつついけるんで、で、今、左上の罠が反応してないから、多分特殊罠なんで、ハデス打っとこうか。返されるけど。削っといて、で、リーヤ分しか返ってこない。で、毒入れて、OK！ これ、圏内じゃないか？さすがに。ラヌが来ても、うん、大丈夫だね。で、それが、それ怖いんだよな。それエンマだったら、やばすぎるんだけど、それ。
それエンマだったらやばすぎるんだけど。一応ロックしとく？一応ロックする？一応ロックするか。エンマだったら守護者でもこれ多分飛ばないよね。3500回復でしょ？だって。そうだね。そうだ、こうしようか。一応ロックしとこう。怖いから。ほらほら危ねえよ。やめてくれよ、それ。怖すぎるわ。危ねえ。で、さすがに、ロックだし、ファウスト、で、コンボがね、上がってないし、3枚しかないから、これ多分耐えると思うんだよな。さすがに。さすがに耐えるでしょ、これは。で、ロックしたから相手、リペア打てないでしょ、だって。よし！オッケー！勝った！まあまあ、こういう感じですよ、ルシファー。普通にね、勝てるんですよ。ほい。こうやって勝ちっすね。よし！いいね。成績ですよ。さあ行きましょう、神タン。神タンには勝ちたいっすね。デバフだし、またんでね、罠とかも入ってるんで、有利なんでね、一応勝っていきたいですけど。まあ、ただ最近の神タンね、ほんと捕食と、バーストバリアとって感じでね、いろいろその、HP 回復する手段があるんで、なんとも言えないですけど。マジか。マジか。そういうことしてくる。そういうことしてくるのか。どうしよう。ルシ変置き優先するんだったら囲いたいけど怖いな。怖いな、これ。これ怖いな。この一撃怖いな。多分これ上行ったら左ウェックス来て、どの道コンボ食らうあれだもんね。じゃあ一回食らってにしとくか。守護者置いて。よし。それはまだ優しい方。まあ、結構出てるけどね。結構出てるけど、まあ、まだ優しい方で。オッケー、ハレスも来た。さあ。ダルタニアンとか欲しいね。宮島。で、一応、抑えられはするんで、そういう駒欲しいっすけど、不気味に。で、どうしようかな。ハデス置いとく？置いとくか。置いとこう。さあ、この F4。F4 が、怖い。F4 に何置いてくるかだなー、これ。悩んでるな。お！ピリカはでかいんじゃないか？コブ切らせた。それはでかい。で、はるまる打っちゃうもありだけど、どうするこれ。打っちゃうかこれ。行こう。削りましょう。で、トーヤも引けたんで、あ、さすがにピリカコンボは繋いでこないから、はるまる消すと思うんですけど、はるまる消してきたら角にトーヤ置いて、アタックしたらダメージが返るようにしとこうか。わあ、出た。出た、一緒やる。その回復ね、マジで強いんだよね。はい。で、ロックもあるんで。まあ、エンデガたちが怖いですけどね。エンデガたち怖いけど。てか、HP がね、結構、まだあるんで、12800、だいぶ余裕あると思うんで、これ。ルシのデバフがあることも考えれば。フェルノートとか怖いけどね。ベダマンテ。で、これちょっと返して。で、おっとおっと諦めた。まあ、リーに置いて、イグナッツフィニッシュかなこれは。ルシのデバフプラス、トーヤと、
ルシファーの消しあるんで、まあ 1.7 コンボでもさすがに飛ばないと思うんで、まあこうしといて、でイグナツでフィニッシュですね。まあこれはこっち S3 枚切ったからね。あれ相手も一応2枚切ってるか、初手のエリティナ X とイステルとって感じやから、まあ相性有利だしね、これはね。なんか神タンに強いのも今の環境には合ってるんじゃないですか。神タン環境ではありますからね今。よし、ナイス、いいですね。レシファー調子いいですね。はい、さあ行きましょう、ヒプノス。さあこういうデッキにもね勝てていければいいなって感じですけど、おお強いけどちょっと待って困る、強いけど困るな、それ相手の初手次第だね。なるほどね。いやー、イグナーツどうしようかな。イグナーツ切るか、初手メラマサ置くか。いやーイグナーツかな、悩んだけどな。いやー、メラマサでも悪くはなかったと思うんだよな別に。まあ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 、で、あ、そう、今回の回ルシのちょっと変わってるポイントとしては、あの英語マのフィニッシャーが2枚入ってんだよね。普通マタンって、まあ、ファウストかなが主流だと思うんだけど、またはイグナツのどっちか1枚だと思うんだけど、今回2枚入ってるから、イグナツ切ってもまだファウストがいるんで、まあ、引ければの話ですけど。そこもね、一応ポイントではある。まあ、リーニー置きますよね。ナイス、ナイスです、それ。マジでナイス。で、次カードどうしようかな。バスバリ置くか、ハデス置くかだけど。いや、強いな。ガンガン来るね。ガンガン来ますね。強いですね。これどうだろうな。B4 からいけるかな。角からいくか、B4 からいくか、どうしようかな。B4 からいくか。ハデス置いて。で、ワンチャンこれ返してくる説もあるか。罠もあってバスバリもあってって感じなんで、 A3 にコンボ強いやつ置いてきたら、あーなるほど、まあ、とりあえず、いやー、まあ待てよ。どうしようかな。多分それさやかだと思うんだよね。だからこっちもさやか置いとこうかな。まあヒプノスで回収されちゃうけど、それさやかなんであれば A2 に村正置いて、村正コンボ発動のタイミングで消せるから、村正は後でいいかな、コンボも強いしね、その方が。あー、それ無理やり発動させようってやるか。ただそんなに痛くないんじゃないか、言うて2400でしょ。でそっからバーストバリアもある、守護者の吸収もあるから、ダラタニアも来た、いいね。ならこうしていいんじゃない、普通に取っちゃって。これ2400だったらまだ軽傷で済まず、あ、結構痛いな。あ、結構痛いけど吸収もあるしバーストバリアもあるから大丈夫、全然大丈夫、耐えれますこれ。さあどうかな、これA4 かなーって感じだけど、あ、そっち来るのね、なるほどね。OK、なら、もう村正を行っちゃって、あー、待てよ。待てよ。ヒプノスここで切れるよね、特殊。で、そいつ1600だよね、コンボスキル。で、吸収も入る。いやー、でもバフメット怖いな。あー、バフメット怖いわ。バフメット怖いな。
バファメット怖いからこうしとこうか。バファメットが怖かったな今。バファメット耐えたか今。ワンチャンバホ耐えた。あ、耐えたっぽいな、バホ。どうだ？あ、フェルノね。それ、そっちのキャラクターも増やしたから、これどっちが強い ?13%。13% の方が多分強いよね。そうね。じゃあ 13% の方でいこうか。多分これでフィニッシュできるんじゃないかな。一刀で片付ける。これで、飛ばしていく。よし、オッケー。いや、バホ耐えたかもしれないな。だったら、普通に春丸 C6 からでもよかったかもね、今。さあ行きましょう、ヒプノス。さあ、ヒプノス2回目かな。これ、事故ったな。事故りましたね、これは。どうするかな。ダルタニアン切るかな、これは。まあ、初手にさやか切っちゃって、あれ、アルカードに備えるもなしではないですけど。あ、それでよかったかもしれないな。どうだろうな。ロック。イグナーツ。あー、イグナーツが。イグナーツがバイバイしちゃう。あ、ベルグレ撃ちて。撃たせろ。ベルグレ撃たせろ。まあまあいいや。しょうがない。マジか。やばいな。初手2枚何も仕事してないけど。で、ここで相手ヒプノス。で、こっちもまあ、ルシファー置かせてもらいますよと。はい、置いて。で、次、できれば、ベルグレ置きたいけど、B さんのコンボスキルが強かったら、さやか置きたいね。あ、それは置く意味ないっすね。なんで、じゃあ、ベルグレ置いちゃおうか。これは。ただ、これ、バス張りか。両面バス張りか。また1800、バリア張られるのはちょっときついね、これ。わなぁ。で、多分、サヤカーだね、それは。村正。どうしようかな、これ。いや、むずくね、これ。これ、むず。どうしよう。一旦こうか？で、X トゥールラとかしたらもう、さやか、行くよ、これ。2000か、さやか置いてもいいな、これ。であれば。てかね、相手の罠回収できてないのがちょっと怖いんだけど、だワンチャンここをルシに当ててくる可能性もね、あるんですよね。まあ、ただその場合、まあ、2400なんで、そんなに痛いダメージではないですけど、バイス。で、トーヤ欲しいな。これトーヤ強いぞ、来たら。3500反射して、で、多分トーヤが強い。来ない。吸収して、で、あの罠はもう回収するんじゃなくて返しに行こっか。 C1 にミラマサ置いてから、あの罠返そう。まあでもルシア手があるんだよな、相手ルシア手があるけど。ああ来たな。無理にルシファー残さなくてもって感じはあるけどね。これね。バス張り張るか。バス張り張って。ちょっときついけど。バス張り張って頑張ろうか、これ。頑張れるかな、大丈夫かな、ちょっと心配だけど。一応次、ハデスの吸収も若干入るから。
なんとかなってほしいではあるけど、これで出川ダメージを抑えていく。ナイス、いいよいいよ。でここでバイス消そう。ビナが怖いな、これビナ来たらやばいな。これビナがやばいっすね。吸収毒と、まあ、そもそも飛ばせるかどうか問題があるけどね。これ金マンロックするか。トウヤロックするか、トウヤを使う。これバイセって耐えれる890でしょ。バイセは耐えなそうだね。だったらもうこうして特殊返しで勝てるぐらいのあれにしよっか。よし、お、これ勝ったんじゃないか。特殊返し、ナイス、よし、ナイスすぎる。さあいきましょう。サタン、サタン。サタン吸収ってこと。はるまる、やばい。これやばい、これやばいぞ。そう、僕のこのルシファーは割とね吸収で耐えていく感じになってるんで、シンプルに相性最悪。なんだけどこれ、いやマジ春丸来なかったら終わりレベルまである。これやばいんだが、それ逆に言うと春丸さえ引けば希望がある。あ、やばい。やばい、引かない。やばいやばい、これやばいやつだ。ちょっと待って、いや落ち着け、大丈夫大丈夫、 まだ大丈夫。返しにいたんですかね、まだ返しにいた。問題ない問題ない、大丈夫です、全然大丈夫。いやー、フォルシーユータかな、怖いなー。フォルシーユータが控えたら怖いな、怖いな。覚悟はいいかしら。これ X いっていいんかな、これ X 行って盤面詰められたらあれだけど、でもこれ X、 いやーどうするかな、打つか。打つか、相手吸収だからこっちも削っていかないとあれだからね。一応さあどうだ、どっから来るんだこれは。そっから来る。で A さんはちょっとマジで盤面詰むんで。そこはないとして、まあどうすっかなこれな、はい、開口するか。てか春丸。急げ春丸、ちょっとそろそろ来ないとやばいぞこれ。そろそろ、あーやばいやばい、オーラが増えた、オーラが増えた、これそろそろ来ないとやばいよこれ。宮妻、よしよし、まだ吸収優しい、まだ吸収が優しいうちに春丸を行け、急げ、よしよしだが、よしだが、ちょっと待てよ、よしだが、よしだが、今か置くタイミング、今か、今でいいのかこれ。今じゃない気がするけどな。はい、こっち一回ハデス置いて、ハデス消させよう。これ角来たらダブコンになるから、これを消してくれ。消してくんないかなこれ。誘導作戦消した。でここで
ここで春丸、でそいつ2ターン休止やるから、ここで春丸を気に入って、で、サタンに、ちょっと待ってね。もう置いちゃって、はい、アンチヒールする。で、クイーナに当てるでもいいから、クイーナかサタンどっちかに当てて、にしよっか。まあ、でもこれ、あそこだけはね、春丸上、まあ、春丸当てがあるんですけど。まあ、ただこの2ターンで相当 HP 差つくと思うから。バイラン、ちょっと待てよ、これ。ナイス。で、刻まれたいのか。サタン取られたくないと思うんだよな、相手これ。だから、で、このターン吸収できないよね。だこうして、これ取らないと、バイランと、あー、まあまあ、一応ね、あそこがあるんだけど、F5 に来たら、一応サタンは取れる。サタン取れるから、で、それ消すと、サタンのコンボ吸収が入るんで、取れないよね。よし。で、これ2枚とも取れる。で、この吸収ダメージになる。よし。で、これで、どうだ？これ飛ばせるかな？いけそうね。よし、オッケー。いいね、いいね。これは春丸大活躍ですね。よし、ナイス。いいね。吸収にも勝てる。さらしていきましょう。シアンはやば。シアンはちょっと嫌ですね。それは嫌ですね。あ、ベルグレ強いね。シアンか。微妙だな。なんとも言えんですね。悩んでる。ロック。ファウスト。うわー、ファウスト。ファウスト。ハウスト出んのか、それ。あ、これベルグレじゃなくてアルカードだったら今、打ててたけどね。アルカード。で、仕打ちシアンでしょ？ですよね。はい。で、まあ、こっちも一応ここでルシファー置くんですけど。トーヤはナイス。トーヤは強いんじゃないか？で、次の罠だね。次の罠に、C3 に来てほしいんだけど、ベルグレ X 打ちたいから。C3 に罠召喚してほしいんだけど。そっち来んの？無理やりベルグレ打っていい？これ。打つか。もう無理やりベルグレ打って。で、え、でもこれ相手そこ置いたってことはルシコンボがそれ、つなげれる状況になってるから、C さんナイス。ありがてえ、そこの穴。そこの穴はマジありがたい。まあ、吸収コンボにしとくか。 OK、 吸収強いよ。いいっすよ。で、まあ E4 が普通に嫌だけど。普通に嫌ですね。 E4 普通に嫌なんだけど、そこに置かれるの。あそこ来る。これどうしよっかな。トーヤ置いてもC1 で消されて終わりなんだよな。なんでこうしますか。まあ、ちょっとこの召喚後もダブコンがあるんですけど、これ吸収が入るんで、なんとか吸収でカバーしていきつつ、さあどこに来る。まあ、そこだよね。ダブコンになるからね、消さないと。強くね。強くね。え、これ反射ハデスだな。もうダメージ返してる余裕が多分ないと思うんで。あー、ハデスここ置いたのミスかもな。今
ルシコンボが使えなくなっちゃったルシコンボが使えなくなってしまった。これはやってしまったかもしれない。まあ B4 があれかな、 B4 来たらとりあえず投野しとくか。あそこ来んのね。ちょっとルシ動線を消させたくないので、であればあそこ打ちたいですね。E1 打ってで回収ダメージが結構低いんで、これ OK。 吸収側回ってる。でこいつ火力はそんなに出ないはずだから、そうね、うん、この子回復寄りなんで、だここで投影がダメージ反射してくれればワンチャン圏内入ったりとかしないかなと思ったけど、それは効いてない、それは効いてない。おいー、オルプタースだオルプタース入ってんの。メラマサ貼って耐えるしかないか。じゃあとなると、あメラマサメギミックスを、メラマサメギミックス強そうじゃない。あでも飛ばせないのかな。いやでも行くか。吸収で HP 削れるでしょ。ダブコンつながっちゃったダブコンつながっちゃったわ。やっちゃった。意外と耐えるかも、意外と耐えそう、意外と耐えそう。このダブコンバイス意外と耐えそうじゃない。割とあるんじゃないか。過度に回復とかしたらもう、それどっちかさすがに残るよね、さすがにねさすがに残っていく。で特殊返しで死ぬことはないよね多分。大丈夫からこれ打って勝ちじゃないか。はい、というわけで今回ですね、ルシファー使ってきました。ぜひ皆さんもこれマジで強いんで使ってみてください。勝てるこれ。あー、オッケー、飛ばしきった。よし、ナイスです。ということで、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。